この3週間なぜ休んでいたかっていう理由知りたい方、概要欄までどうぞ。こんなのベイブレードじゃない！というわけでね、今更なんですけども、ユニオンアキレスが出たということで、もうやることは一つです。アキレス無双やっていこうと思います。今回ただのアキレス無双ではございません。歴代アキレスをね、今回使っていくわけなんですけども、まず Z アキレスを使います。負けたら超絶、負けたらユニオンっていう感じでどんどん進化させていく感じでやっていこうかなと思います。よし、これではい、ネメシス、まずネメシス、まあ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 、ゴッドヘイヤーだから Z アキレスでもいけるでしょう。あーちょまっ、おー、そんな弾く。次はハイター。おっと、 Z アキレス対決。カスタマイズは13ターンブローダッシュ。おー、ターンフレームが吸ってスタミナロスしてくれたおかげで勝てた。じゃあ次、はい、あー来た、早くもガチンコレイヤー来たわ。ヘブンペガサス、スタミナじゃあまず勝てん。じゃあもうほんとどんどん行きましょう。はい、ケルベース、いや待って、スタミナ勝負は無理だろ。バーストはない。進化させて超絶アキレス、いや待って、耐えるな、そんなバカな、そんなバカな。じゃあ次はユニオンアキレス。さすがレイヤーでかいだけあってオーバーめちゃくちゃしやすい。じゃあ次、グランバルキリー。あは、一瞬、あ、危ねえな。しかもさあどんどん行こう。はい、わあ、ジャッジメントジョーカー、大丈夫かこいつ。いや怖いなー。うわあ、こうわ、こうわ。よっしゃー、あぶねえ。じゃあ次、うわー、なんか謎いの出てきた。ランダムレイヤーのエースバルキリー戦にゴールドターボキャンペーンで手に入ったスティングチャージ。てかまあもう横から見たら完全にゴールドターボしたエースドラゴンにしか見えないけどね。うわっ、あぶねえ。おおおおおお、あぶ、あーでもスタミナがない。チャージドライバースタミナあるんだけど、これは絶対無理だろうね。ただ終わりじゃないから、まだこいつつけてねえから。俺は進化していくって言ったから、進化あるはあるほど続けれるから。おお、スタミナにして正解だった。じゃあ次、うわー来た、デッドハデスの時空先はエクストリームダッシュ。あはあ、ああ、それはやってる。僕の勝ちだ。はい、残念でした。え、ちょま、スタミナ、待って、スタミナ、スタミナ。うっそー。